お前が先手だ。よろしくお願いします。それでは本日も対局開始、鬼殺し打っていきたいと思います。お相手の方、初段の、初段の方ですね。それでは早速77K65K と跳ねていきましょう。でお相手の方、6二銀と上がってこられましたので、これは鬼殺しの攻めがつながりそうですね。で飛車先の歩を交換してきましたが、まあ、これは7三歩成としておきましょう。で、桂交換して、銀が上がってきましたので、ちょっと銀を増やすために7四歩と打っていきたいと思います。お相手の方はちょっとこの歩を取るのを嫌がりまして、6二銀と引かれました。まあ、ここは角成りを見せつつ6四歩も狙っていきましょう。で6四歩が取れると、飛車取りにも当たってます。でこちらの銀は飛車に歩がついてますの でこれはちょっと守り駒が足りてないですね。大手飛車とすることにできました。でこれは、飛車を丸々取ることができました。ここで投了になりました。